どうも、ナイトメアのギターの質疑です。ボーカルのよみです。はい、ということで今月も始まりました爆裂ナイトメア。はい、今月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、またちょっと寒くなってきましたね。ねえ、なんかね、暑くなったり寒くなったりね。はい、はい、しますけど、音声が小さい、声が小さいと、ほう、大丈夫かな、声は大丈夫かな。うん、大丈夫かな。はい、大丈夫ですかね。うん、はい、はい、ということで、おととい4月17日は ZEP ダイバーシティ東京でナイトメアツアー2022ノックスルックスのファイナル公演、はい、行いましたが、現地参戦してくれた皆さん、そして配信で見てくれた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたかね。いや、良かったんじゃないですかね。え、どうでしたか皆さんは。うん、どうでしたか皆さん。うん、楽しかった。よかった。うん、うんうんうん、なんか音が小さいって結構あるね。そして全体の音が小さいのかな。ほう、ね、ちょっと調整しますね。はい、最高だった。よかった、うん、よかった。そうだね、俺のねシナーズがね最初ねちょっとね、うん、ありましたけども。うん、お、上がった。うんうん、カレーピンも楽しめたって。はあ、彼氏が楽しめたって。おお、楽しめた。お、よかった。うんうんうん、私髪伸びた、なんかそんな感じするね。まあそれは生きてりゃ髪も伸びるからね。まあでもまあこれね、1ヶ月に1回やってるからね、この放送はね。まあまあまあ、まあ、先月から比べてかなりでも伸びた感じしますよね。します。うん、まあ、髪伸びるの早いんでね。うんうんうん、カップル多かったんだライブ。へえ、あ、そうなの。うーん、へえ、全然分かんなかったな。ねね、手相は2人とも見てもらったんですか。いや、ゾジさんだけです。はい、僕だけです。うん、俺はもう最初から疑いの目でかかってたから。おいなんでじゃあ俺を見させるんだよ。俺 MC ネタに絶対なるだろうな。ネタにね、ネタにね。そうそうそう、うん、そうだから、いくらですかってね聞いたら、うん、2000円です。え、2000円みたいな。まあ、まあ、いいけど、いいけどって渡して、まあ見ていただいてね。70歳まではこの仕事でいけると。あと、あなたは不動産で財を成すと言われて。そうそう、財を成すと言われて、大至急買わなきゃ。そう、いやだからね、そう、いや、そこはちょっとね、あ、いや、よくないよ。建てたらもう読みビル。読みビル、読みビル、読みビルディング、読みビルディング。そうだねうん、はい、ということで、あの、皆さんもすごい楽しかったという手紙とかも、はいはいはい、たくさんいただいているので、すごく今回、いいライブができたんだなと思いました。はい、はい、思いました。ということで、ライブの感想メール届いています。はい、こちらです。ゆみさん、ひつぎさん、こんばんは。こんばんは。ノックスルックスツアー、ね、無事感想お疲れ様でした。お疲れ様でした。そしてありがとうございました。ありがとうございました。新谷さん同様、私もあーツアーが終わっちまったなと、寂しがってるうちの一人です。7年ぶりのアルバムは、活休や、各々のソロを経た、今のナイトメアと、今からあるナイトメアらしさも、詰まっている味わい深い、濃厚なものだったので、ツアーも見応え、聞き応えがあり、私が行った4公演では良い意味で消化しきれませんでした。こういった状況下で細かい地方まで回れなかったというので、ひつぎさんもステージから吐ける前に、おっしゃっていたように、このまたこのアルバムの、リドゥという形で、落ち着いた頃にでも、曲たちをまた全国隅々まで届けてほしいですと。いつ落ち着くか分かりませんが、よぼよぼになるくらいまでは、お待ちしております。MC での、ルカさんから楽しかったという言葉と、頑張ってくださいと、応援もいただけたので、お仕事も頑張れます。とても幸せなツアーありがとうございました。メンバーさん、バースデーライブも楽しみにしていますということです。はい、そうね、ね、だからさ、はい、ノックスルックス、せっかくめちゃくちゃいいアルバム出したのに、うん、6本だけだったじゃん。そうね、次、まあ、ツアーできるとしたらさ、うん、またノックスルックスがメインでいいと思うんですよ。
っていう話を、まあ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 、サキトとかともしてて、うんうん、そうだね、メインはね、メインは、うん、そうだね、うん、あとはまあちょこちょこ入れ替わったりするんだけど、ね、うん、なんかそういうライブがいいな、うんうんうん、やるならなんか今の最新のナイトメアそうだね、うん、をもっとしっかり作っていきたいみたいな、うんうん、これでまた昔の曲ばっかりに入れ替えると、うんうんうん、なんか過ぎ去っちゃうというか、はい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 、まあまあもうちょっとやりたかったなっていう気持ちをね、あのバースデーライブの方までね、そうね、続けたいなと思いますけどね、はい、うん、バースデーライブ、そしてまあその次のツアー、バースデーライブはまた別でしょう、ね、ああそうですね、うん、かなと思うんですよね、はい、はい、ということで今お話もありましたけど、うん、ナイトメア次はバースデーライブがあります、はいはい、ルカさんのバースデー6月9日東京キネマクラブ、はい、そして、ニーヤバースデー6月23日川崎クラブチッタ、うん、サキトバースデーが6月29日ゼップ羽田、うん、そして読みバースデーが7月14日 KT ゼップ横浜ということで、うん、4公演6月と7月でありますが、はい、そうですね、これ内容どうなるんだろうね、うーん、まあまあまあ、あのなんだ、去年もそうだけども、なんかこう、ね、それぞれやりたい曲を差し込みつつ、うん、まあちょっとベースを決めてみたいな感じになるとは思うんだけど、その人のやりたい曲が多めだし、うんうん、まあ、着る服とかもだよね、どうするのか、まあ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 、そうだね、ソジーのバースデーの時とかあれちゃうの、ステージにベンチプレスと、ベンチプレスなんでなんで俺ベンチプレスしながら歌わなきゃいけない、あとこういうやつ、あ、こういうやつね、いやいや、辛すぎるわセットとして辛いわ、これだからこれでロストインブルでしょ、え消えたい、消えないじゃダメですそれそれやってほしいですけど、ね、ダメですか、ダメです、見たいですけど、ね、ダメです、ダメです、まあ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 、はい、ということでまあね、あのメンバー4人それぞれの、はい、あのなんつうの、うん、個性のあるライブがそうですね、できたらいいなと、うんうん、はい、思っております、はい、詳しい情報はナイトメアオフィシャル、ひすぎ罰ゲーム案、はいはい、あのさ、あの先月、はい、どっちの勝利勝負シーズンですが、ついに決着つきましたね、ねえ、はい、で私が負けて罰ゲームをやることになりましたが、はい、今夜はやってほしい罰ゲームのアイデアをどんどん送ってくださいということなんですけど、はいはいはい、さっきマネージャーに聞いたらほうめっちゃ来てるらしいです、はいはいはい、まあでもねみんな罰ゲーム考えるの楽しくてしゃあない、うん、まあほらでもいい具合のさじ加減のやつがあるかどうかは分かんないからね、そうなんですよ、そうめちゃ来てるらしくて、うんうんうん、はい、ということで、メールアドレスはちゃんと言って、ちゃんと言って、ジミアリトとかです。ちゃんと言って、ちゃんと言って、届かないようにするんじゃないよ、メールを。メールアドレスはナイトメアドットニコニコアットマークジーメールドットコム、ナイトメアドットニコニコアットマークジーメールドットコムでございます。はい、みんなからいただいたアイデアを参考にさせていただきます。うんうんうん、ちなみに今までの罰ゲームは。ファーストシーズンが棺1日カラオケ店バイト、はいはいはい、そしてセカンドシーズン、はい、読み女装して10人ナンパされるまで帰れま10、はいはいはい、でサードシーズンが読み棺キーワードだけで待ち合わせできるまで帰れませんということ、はい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 、なのでそういう感じでしたね、はい、ということで今回 ね、うん、ねファーストシーズンはの罰ゲームはどうなるかと、はい、メールは事前に届いていますと、はい、いうことで届いてますね、ですね、ゴムクラッシャーさんからいただきました、私は、読み監修の、バキバキ事務修行という罰ゲームを提案します、キソル罰ゲームだな、はい、確かに棺さんの新たな一面を見つけられるきっかけになるような罰ゲームがいいかなと思ったので、最近読みさんがインスタグラムで、筋トレする姿がすごくかっこいいと思ったことから、棺さんの汗をかいて必死にトレーニングをする姿をはほとんど見たことがないので、新たな棺さんを見せてほしいですということです。これどうでしょう。いやでも人には向き不向きってものがありますからね。わかるよまあわかるけど、まあ確かにね、はい、うん、まあ、多分俺厳しく俺とルカさんはあんまそういうのないんじゃない。あでもニーヤもあんまり筋トレとかしてないか。いやまあまあまあ嫌いではないと思うけどね。ニーヤは俺とルカさんあんまないじゃん、うん、それうん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 、なるほどな、ね、筋トレ ね1日ってことでしょ。そのそうねそうね、あれやだよ。何あの1ヶ月続けて。あ1回まあまあまあ1日もう1日で大丈夫ですよ。あもうやばいからやばいからもう足もうガクンガクンになるからもうすごいこんなになるから、ね、そうだよね絶対もう
やばいから。まあそうだよね、うん、まあ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 、でも罰ゲームだよね、確かに。まあ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 、そうですね。まあと、こういう案と、サーヤさんからいただきました、まずはツアー感想、おめでとうございます、うん、そしてお疲れ様でした、1箇所だけ参戦でしたが、本当に楽しくて、またすぐにライブに行きたいと感じるライブでした。ありがとうございます、素敵な時間をありがとうございました、はい、メールのテーマの杉さん罰ゲーム案ですが、一人プリクラ撮影はどうでしょうか。どんどん進化しているプリクラ機、キラキラした空間、戸惑う杉さんや決め顔の杉さん、落書きを楽しむ杉さんをぜひ見てみたいです。あ、それはでも俺いけるよ多分。え、まあ、1回でいいってこと、それとも。いや、もうもう全機種みたいな。まあ、まあ、さ、そうね、そこにあるやつだね。全部、うん、しかも並んだりするんでしょ、ね、もう視聴者にこうね、プレゼントでね。全部はちょっとな、あのおじさん何やってんだって思われる。あ、そうね、そう、あの誰か撮影してるね、人がいればまだね、いいけど、一人だったらちょっときつい、ね、一人多分 GoPro 持っていくんでしょ、多分 GoPro、うん、罰ゲームですからね。いや、ちょっとな、全機種はきついわな。まあ、遠目で撮ってたいですけどね。もう、まあ、透明撮ってくれないとそれちょっときついよね。あ、まあまあまあいいっすね、でもこれもね、うん、まあいけなくはなさそうですけど、ね、とりあえずそんな感じで2つ来て、はいはいはい、まあ、でも他にも大量に来てるらしいので、うんうん、ちょっと後ほど、はいはい、いきたいなと思います、はい、ということで、今月のテーマは質疑の罰ゲームです。メッセージお待ちしております。はい、お願いします。それでは今月一発目のコーナーに参りましょう。どうぞ。ナイトメアジャッジメント。はい、はい、ということで、世の中の真羅万象、あらゆる疑問について徹底討論、はい、ありかなしかをジャッジします、はい、こちらはユーザーのみんなにも参加してもらうコーナーでございます、うん、今回の議題は、旅先の食事をチェーン店で済ますのはありかなしか。旅先の食事をチェーン店で済ますのはありかなしかでございます、うんうん、我々のツアーでいろんなところ、はい、いろんな地方を回らせてもらってますけれども、ね、食事に関してはヨミさんいかがですか。そうですね、まあ、だからできる限りはその地方 の, あの名産のものだったりとか、うん、こう食べて帰りたいなっていうふうには思ってますけどもね、はい、それがだから、これ旅先っていうのをじゃあツアーはなしにしましょうか。あ、普通の旅行ってことですか。旅行にしましょうか、うんうんうん、それとは変わってくると思うんですよ。まあそうだね、だいぶ旅行、うん、旅行にしましょう。旅行限定でツアーとか遠征ツアーじゃなくて、みんなで言う遠征ではなく、うんうん、旅行で、うんうんうん、旅行しに行くぞと、はい、うん、今回ライブじゃないぞと。ライブとかじゃない、うん、その地方を楽しみに行くぞと。旅行で行くという感じで行きましょう、うん、はい、とりあえずじゃあ今のところ皆さんの意見を聞いてみますか、うん、旅行だったらなしが多いんだよね。そうね、旅行だ、だそもそもね、だって旅行行くんだからってなるよね。そう土地土地の、そう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 、飯食ったり食べたいよね、観光地に行ったりとかなわけですから、うんうんうん、旅行って、うん、旅行、うん、なんで行ったんだよっていう話になりますからね。そうね、そうそうそう、うん、ちなみに皆さん旅先、旅行先では何を一番重要としますか、うん、ホテル、観光、食事など。旅行行くならね、俺はでも旅行というか遠出する場合、基本スキューバダイビングがついてくるんで、はいはいはい、海とそこの海のポイントにいる生き物次第ここはサメが見れるよとか、はいはいはい、あんまりそういう大物みたいな感じが見れない場合は、まあ、景色が、海の中の景色が綺麗だとか、はいはいはい、だから観光より、ああ観光よりどっちかといえばね、うんうん、あ、でもやっぱみんな観光多い、食事もでも多いか、うん、ホテルはそんなにじゃあ重要視してないよね。ああ、そうなの。観光か食事、あ、温泉、ああ、そうね、温泉ね、うん、なるほどね。俺もだから温泉、まあ宿泊するホテルか温泉、温泉、うん、まあ、セットになってるじゃん、まあ、そこが一番俺は重要かな。観光、食べ物じゃなく、多分だからそこでゆっくりしたいんだと思う俺は。ああ、なるほどね、うん、なるほどな。で、まあ、そういうホテルに泊まれば、まあ
その名産のものだったり結構出てくるじゃないですか。まあ旅館とかだったら ね、うん、なるほどね、はいはい、旅館で。ちなみにでも俺これさっき思ったのが、うん、そのチェーン店はチェーン店でも、はい、例えばじゃあそこの地方にしかないチェーン店ああねあるよね、あるじゃん、その全国じゃなくて、はいはいはい、その県にしかないとか、はいはい、爽やかとかね、要はね、静岡のね、はいはいはい、そうそう、俺そういうチェーン店はいいかな、うん、そうね、でもチェーン店でも確かにそこしかないっていうね、そう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 、それはなんかさ、うんうん、そこのものじゃん、チェーン店でも確かに、あスガキ屋、そうね、あそうそうそう、仙台コラーメン、仙台コラーメン、そうね、そうね、あれ味仙は東京にもあるんだっけ、名古屋の、いやどうだろうな、東京にもあります、あるんだ、ある。でも東京行ったことないね。ない。とか、うん、そういうのは俺チェーン店でもありかなって。うん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 。吉野家は全国だと思うぞ。うんうんうん、山田うどんってどこだっけ？山田うどん埼玉？あ埼玉か。うん。でもいろんなところありますけどね。うんうんうん。うん。マックはまあマックも美味しいけど。美味しいね。けど。うん。さすがに旅行中はそうね、あでも俺、うん、そこだっけな、ダイビングで、うんうん、サイパン、はいはいはい、サイパン行った時はその海外のマック食べてめちゃくちゃ食べた、あ違った、ちょっとなんか心なしか日本の方が美味しい気がした、へえ、ほら一緒アメリカ行った時もさバーガーキング行ったじゃん、うんうんうん、めっちゃうまかった、日本と海外でも変わるよね、その海外にあるチェーン店と日本のチェーン店の違いもちょっと知ってみたいじゃん、確かに、そうそうそう、うんうん、一概にそのチェーン店はなしっていうとちょっと、うん、あのラッキーピエロとかね、ああいいですね、ね、いいですね、そうそうそう、神の、神を生んだ町、神を生んだ町のラッキーピエロバーですからねいやうまいよね、美味しい、まあそれでさ、俺たちがほら函館とかでライブやるときとか、本当グレーのメンバーさんから差し入れがね、そうね、テルさんから、ね、いただいてね、メンバースタッフの人数より多いね、そう大量の、そう、あと焼き鳥弁当、そうと、うん、いただいてるね、いやあれうまいよね、美味しい、うん、だからそういうチェーン店も込みで、うん、みんなにありかなしかで。ああそれもそう、あもうそこも含めね、そうそれもチェーン店として含めた上で、含めた上でね、チェーン店、うん、旅先のチェーン店がありかなしか、うん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 、でいきますか、これらそれ含むんだったら俺あり、結構割れない、これ割れると思うね、結構割れると思うよ、うん、でも割れた方が面白いじゃん、まあまあまあ、だって今のところ絶対チェーン店なしなんだから普通に考えたら、まあまあそうね、旅行だからね、うんうん、それはだってみんなチェーン店なしなんだから、 うんうん、そこにしかないチェーン店もあるからね、行ったらどうなるか、うんうん、あいいじゃないですかね、うん、じゃあそれでいきましょう、はい、それも踏まえた上で、ありかなしアンケート決めます、旅先の食事をチェーン店で済ますのはありかなしか投票してください、うん、お願いします。地方チェーンはご当地グルメだけど、でもチェーン店だからこれ、うんうん、お題がさ、チェーン店で済ますのはありかなしかだから、うんうん、これどっちもありでね、あ、はいはい、ありだけど、そこ踏まえた上でね、踏まえた上でね、はい、いかがですか、あ、ありだ、あ、待って、89.5 でしょ、うん、じゃあ今度その地方のチェーン店なしの、あ、ね、なしのやつをやってみようか、全国チェーン店も、うん、でのチェーン店で済ますのはありかなしか、それちょっと一回見たい、うん、それでいこう、さっき言った爽やかだとか、うん、そういうお店とか、うん、それもなしで、なし、うん、それはもうご当地のものとして、うんうんうん、坂東太郎は知ってますか、坂東太郎、坂東太郎、なんだろうね、いもちゃんちょっと調べて、坂東太郎、いもちゃん、なんでいもちゃんに言うのせめてマネージャーでしょなんで急にヘアメイクに坂東太郎を調べたのあ、やっぱそうなの、あ、でもありの方もいるんだね、あ、まあ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 、うん、あ、うどんなんだね、坂東太郎、あ、うどん屋さん、
ほう、なるほど、あ、じゃあ意外とだからそれでも要はだから2割ぐらいの方は、うん、先手でもいいじゃんっていう、うん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 、ね、なるね、イモちゃんバンドタル出してくれじゃん、ああ、うわ、うまそうじゃん、この距離で見えんの、うん、いや見える見える見える、あ、そう、うん、うどん屋さんですね、うどん、いいね、はい、はい、まあそんな感じですかね、じゃあここは、はいはいはい、はい、ということで結果、広島の武蔵とかね、あ、武蔵もね、そうね、あの弁当美味しいよね、うん、ということで結果、はい、ご当地チェーンを含めるとありですけど、はいはいはい、それで以外で考えるのであれば、まあなしの方が多いかなと、まあ妥当な、はいはいはい、ご意見でしたね、結果でしたね、はい、はい、ということで、旅先の食事をチェーン店で済ますのは、場合による、はい、場合によるはい、以上ナイトメアジャッジメントでした、はい、ここで爆裂ナイトメア今月の1曲目、よみさんお願いします、はい、それではこれでしょう、ご覧ください、リドゥ、かゆれるかゆれるかゆれる、
はい、生放送でお送りしております爆裂ナイトメア、はい、リドゥの PV、はい、改めて 見ましたけどどうでした？そうですね、なんかやっぱこの撮影してた時はなんかなんだろう、まだできたばっかりで、うん、なんかまだそう、なんつんだろうな、こうライブでやってなかったじゃないですか、うんうんうん、なんかすごいなんか変な感じしますね、なんかこう映像見てると、なんで 今だったらなんかもっとなんかこうかっこいいものが撮れそうだなみたいな、はいはいはい、よりね、うん、なんかもうちゃんと自分たちのものに、あ、そうそう、ものの中に入ってる感じがなんかしますね、はい、うん、まあでも改めて見るとちょっと、うん、あ、いいなって思って今見てて、うんうん、はい、皆さんもだからそうですね、もっと見てください、うんうん、はい、よろしくお願いします、はい、ということで今月はこんな企画をお送りします。はぁ、あ、っていうゲームで遊ぼう。はいはいはい、はい、これね、うん、はいはいはい、これはですね、どっちの勝利賞が一段落しましたので、はいはいはい、カードゲームで罰ゲームなどなしで2人で遊んでるところを皆さんにお届けする、うんうんうん、はーっていうゲーム、はいはい、ニュアンスでね、はい、今回遊ぶはーっていうゲームはお題に対して、プレイヤーが割り当てられたシチュエーションを声と表情だけで演技し当て合うゲームです、うんうん、ちなみに今ざっくり説明すると、ここにカードがこういうのとこういうのがあるんですね、うんうん、2種類、うんうん、あります。でまず黄色い方から、あ、青い方から引くんですよね。青い方から引くとこういうふうに例えば自己紹介はあるんですよ、うんうんうん、で ABCDFGH まで、はいはい、でこれ以外のカードだったらこういうのとか、うんうん、好きとか、なんかグッとくる好き、いたずらっぽく好きとか ABCDFGH と、うん、これはまあ混ぜちゃいますね、うん、でもう一つの黄色い方は、まあ、これも全部見せてもいいのかな、うん、はその ABCDA から H まで、うん、ニュアンスのね、どのニュアンスでやるかっていうのが、うん、書いてあると、はいはいはい、先に青いカードを引いて、うん、青いカードは、カメラにも皆さんにも見せるんですよね。黄色いカードは見せない、見せない、うん、自分が A から H の何なのかと、そう、うん、これやっていきますか、これ、まあ、やっていきます。じゃんけんとか必要なんですか、もう。じゃあどっちからやる？あ、じゃあいいですか。やっぱボーカリストって演技派じゃん。いいですか？どうぞどうぞ。じゃあまず青いカードから引きますね。これです。さっき引きましたね。自己紹介。あ、ヒーロー風、セクシー、悪役、天才、クール、怪力男、超美形。そう。これさ、セクシー、天才、超美形、ちょっとむずくない？その辺。そうね、ちょっとそこら辺ね。ちょっとニュアンス難しいよね。うん。うん、はい、じゃあ杉さんから、じゃあ俺が切るから、うん、いいよ、引いてください、はいはい、じゃあ一番上、上からでいいの？いいよ、うん、はい、それ見せないでね、はいはいはい、はいはいはい、これはだからみんなと与えればいいんですか？オッケー、ごめんね、今日ブロッコリーの靴下だけどいい？あ、いいよいいよいいですよ。あ、引いた？俺は引かないよ。引いたよ。あれ、あ、あれ、これ2人引くんじゃないですか？交代、あ、交代交代、1人ずつ、うん、あ、じゃあいいですか、これ、これやって、え、見たい見たい、これやっていいですか？自己紹介ね、はい、はい、自己紹介、ナイトメアのイオミです。いや、どう、なんかどうこれです、もう、いや、もうこれはだからさ、うん、これどう、な、 ABCDEF、 あ、ABCDEFGH の中のどれですかっていう話ですよね。これみんなどれだと思う？俺は超美形かクール。ああ、どっちどれ？どれだと思う？みんなどれだと思う？超美形かクールなんだよな。うん。どれ？みんなどれ？ジェムケリー。ジェムケリーの人じゃねえ。ジェムケリーはここにない。ジェムケリーの人じゃねえわ。ジェムケリーの人じゃねえ。ないよそれ。うん、ないないない。ないからね。俺、超美形かな。G。G。ああ。超美形。ジムケリーの G じゃないからじゃ。いやいや。超美形か。いやー、でも、もう一回やってくんね。あ、いいよ。
じゃもう一回ね、いくよ。パターン変えれる？いや変えれない、もうこれはあれ、それしかないから。あ、オッケーオッケー、いくよ。ナイトメアのヨミです。怪力っぽいな力強そうだったな怪力じゃねえよ、うん、ねえ、皆さんどうでしょうか。クールかも、クールかも、クールかも。何番それ、何番じゃねえや。クール、いい、あ、超美形はなんかもっとゾジなんかナルシストっぽくいきそうな。あ、でもやっぱみんなあれだね、 G か E かあたりが多いですね、うん、結構、うん、天才な気もしてきた、うん、じゃあ、はい、正解はこれも別にその勝ち負けとかじゃないんで、はいはいはい、はい、どうぞ。正解はこれです。あ、お、クールじゃん。クールです。やっぱクールだ。クールです。怪力じゃなかったんだ。怪力じゃないですね怪力のパターンは違うでしょ。怪力のパターンはだって、あ、まだあるか、まだ、まだあるかもしれない、うん、はいはい、これでこれは怪力のパターンはまた違う。これまた混ぜないとダメですね、黄色は。ああ、また混ぜて、黄色だけは、また混ぜてね。これはもう使ったのやらなくていいですか。どっちも行こうよ、行こうよ。混ぜる、もう一回行こうよ、あの、行こうよ。俺もこれやんの、うん、行こうよ。だってこんなにいっぱいオーダーあんのに、行こう行こう、だサクサク行こう、サクサク行こう。同じお題をやんの、うん、うん、行こう。嘘でしょ、うん、本当に。違うお題。これはいや、ほら自己紹介だから行こうよ。これだけ。あ、最初だけ、ね、最初だけ。はいはいはい、うん、はい、行こう行こう、はい行こうはいはいはい、どれでしょうね、どれだ。はあはあはあ、やって。え、ちょっと待って、え、どうやるんだろう。いいですか、じゃあ、はいはいちょっとごめんね。何自分で笑ってんの。じゃあこれもう何笑ってんの自分。作ろうとするとやばいね。うん、いい、はいはいはい、ナイトメアの棺だあら、わかった。 C、 C だ、 C、 C だ、絶対 C だ。これは悪役っぽく名前を言うです。これは多分 C じゃない。マジで恥ずかしい。これ C じゃない。めっちゃ恥ずかしい。これ怪力男じゃないでしょ、これ。これは怪力男じゃないよね。恥ずいて。これ C じゃない？ね、みんなこれ C だよね。あ、A。いや、ヒーローじゃないでしょ、さっきの動画内でも。はず。F？ あ、怪力男？あ、でも怪力男なのかな。カッカがいた。怪力男か。え？カッカいたなんて。カッカいた。H？ いや普通に名前言う感じでもないでしょ。ハンズ。もういいですか？あと、もう。G？ だから G か。多分悪役だ。俺悪役っぽいかったかと思うから C。いいですか、じゃあ答えは、はい、C、 はい、C です。おい、あ、うまい、上手上手上手めっちゃ熱いよ、上手。じゃあ次からは、じゃあ1個ずつね、うん、はいはい、上手、はいはい、いいですか、いきますよ、はい、はい、これです。お題なんだろう、それ大丈夫、あ、安心させる時の大丈夫とか、心配して大丈夫、そっけない大丈夫、私に任せ、難しくないこれ、機材に大丈夫、詐欺師にも、びっくりして大丈夫、大丈夫じゃない時の大丈夫じゃあどう、これもうスキャンとか引いたら、はいよ、切ってる、はい、はい、どうぞ、うん、はいはいはい、じゃあいきますね、大丈夫ちょっと待ってこれですよ。ああ、もうこれ1個じゃん。おー、だよね、だよね、あ、1個だね。これどう、みんな何だと思う、これ俺は G だと思うな。何だと思う、びっくりしてじゃないこれ何だと思う、みんな B、 おー、あ、 B？ G、 G、 あ、 G、 びっくりしてじゃないの、 G、 あ、 G、 あ、 G、 F、 F、 B、 詐欺師に言う大丈夫E、 あ、でも詐欺師が言う大丈夫ってあるやつなの、はい、え、あ、なるほどね、はいはいはい、あるな、はい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 、ゾジーの詐欺師はあるなあるな、あの詐欺師はあるな
うん、確かにコードみたいだね。はい、じゃあこれ G でしょ。びっくりしてでしょ。うん、どれだと思う。俺 G だと思う。 G、じゃあ正解はこれです。じゃん、ほらほらほら、 C です。これはね、うん、これね、これはわかるわ。じゃあ杉さん、はい、はい、あ、それも持ってきて引く。うん、あ、いいよいいよ。はい、これこれウィンク。おお、いいじゃない、いいの引いたじゃない。かっこいいウィンク、色っぽいウィンク、固めにゴミが入ってウィンク、下手くそなウィンク、いっけねーのウィンク、分かってるなのウィンク、かわいいウィンク、これむずいて、さりげなくウィンク。よし、これむずい。はい、これはみんなとりあえずどれ、あの、杉君のどれ見たい、とりあえず どのウィンク見たい。それはどうでもいい。それはどうでもいい。どうでもいいの。よし、はい、じゃあ引いてください。いいの引いてよ、はい、さああーなるほどね、はいはいはい、うん、全部やってほしい、うん、はいはいはい、はいはい、さあ大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。はい、それではお願いします。どれだどれだどれだ。あ、わかった、あ、わかった。俺 D だと思う。 D じゃない、下手くそなウィンクじゃない、これ下手くそなウィンクじゃない。あー、でも分かってるな、あのウィンクかもしんねえしな。分かってるなあのウィンク。あ、手も見える、見えた、なんかどっちか、どっちだ、皆さんどっちだと思う。 D だよね、 D 多いよね。うん、いいよ、うん、はい、パッと、それ、あ、いや、俺 D で、D だと思う。はい、いきますよ。はい、 D です。おー、上手上手だ、すごい上手。下手くそ上手、下手くそが上手。、うん、あ、もうチャンネル会員限定いきますか。 あ、もういっちゃう、うん、いっちゃうって。でも2分押したからもう1個だけやりません。もう1個だけ、うん、いい、うん、じゃあ俺ね、そうだよ、行くよ。じゃあこれで、これです。あー、これ俺得意かも。何何、うん、はい、うん、何、うんって何。ふかふかの布団に入ってん、考え込んでん、納得してんの、我慢してん、うんざりしてん、ちょっと違うなの、うん、渋々同意の、うん、美味しいの、うん、ああ、これは俺得意かも。俺言うもん。ああ、言うね、うんってよく言ってるから、うんうん、俺よく言うからね、うん、はい、いけます。もうこれいつも通りやればいいんだよね。うん、うん、いきます。はい、うん、美味しい時だな、それ美味しい時だよね、遠藤さんね。絶対美味しい時なんだ、それ。はい、はい、正解です。早っ。正解です。エイジです。めちゃくちゃ、もう何百回見たことか、うん、その、うん、ね、こう、うまい時ね、いつも、ね、うんって言うからね。はい、なるほどね。はい、じゃあここから会員限定に切り替わりますか。はい、はい、では、会員限定の、のなんだっけ、うん、あ、この後の続きはチャンネル会員限定番組でお届けします。はい、引き続きよろしくお願いします。お願いします。あ、いやめっちゃ今の分かったわ、うん、はい、切り替わりましたと。はい、はい、次は私ということで、はい、あなたです。はい、これは見せるんだよね。うん、うわーですね。うわー、うわー、体重計に乗って、うわー、見上げて、うわー、驚かそうとして、うわー、同情して、うわー、軽蔑して、うわー、ジェットコースターで、うわー、ゴキブリ見つけて、うわー、プレゼント開けて、うわー。あー、なるほど。これ、あ、これね、これいけるよ、俺、多分。はい、はいはいはい。さあ、
これジェスチャーつけたらまずいもんね。ジェスチャーダメですね。表情だけだもんね。表情だけですと声ですね、はいはい、いいですか。はいはい、それではお願いします。うわ、ですね、体重計に乗ってうわ、見上げてうわ、驚かそうとしてうわ、同情してうわ、軽蔑してうわ、ジェットコースターでうわ、ゴキブリを見てうわ、プレゼントを開けてうわ、あーこれはね、俺ね、 A かな、体重計に乗ってうわか、ゴキブリを見つけてうわ、あーでもな、もっと多分リアクションでかいと思うんだよな。だから体重計だと思う。体重計に乗ってうわーぐらいなニュアンスな気がする。どういう、あ、まあまあ、そう、あの パワー的に、そのパワー、 あのうわーの言い方がねえ、僕は A かなっていう感じしたんですけど、皆さんどうでしょうか。 H、 あ、プレゼントを開けてうわ、あーなるほどね。 H か A、 あーなるほどね。 B、 見上げてうわ、あーもう一回、とりあえずじゃあもう一回、すいません、もう一回もう一回、もう一回、すいません、ではお願いいたします、はい、うわっ、さっきよりテンション上がったなさっきよりちょっとテンション上がったぞ待ってよ、え、 G じゃない、これ G かな、もしかしたら G、 あ、 H か G かな、H、 あ、 GH、 あ、 GH 多いね。 A、 あ、 A ね、 GH、 あ、やっぱ GH が多いね。でも多分俺はプレゼントを開けてうわかな、さっきのちょっとテンション上がってたからじゃあ俺は H だと思います。はい、はい、H です。おお上手、これ上手って上手、悩んでたじゃん、悩んだ、ちょっと悩んだけどちょっと悩んだけども、バンバン行こう、ちょっと悩んだ、どうぞどうぞ、あ、じゃ あ、 じゃあ引いていいですか、どうぞ、すみません、じゃあこれです、はい、あーこれです、はい、何それ、イヤーって書いてある、イヤーか、あー褒められた時のイヤー、考え事をしながらイヤー、お願いを断るイヤー、お化けを見てイヤー、ごまかすイヤー、マジで無理のイヤー、待てよのイヤー、ハッピーニューイヤーはい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 、どうぞ、どうぞ、せい、あー、はい、もうこれは簡単です、もうよく俺よく多分言うかもしれないな、うん、行きます、まず見てからね、うん、いやいや、ちょっとむずいぞこれ。いや、俺も今嫌って言ってたし。いや、難しいぞって。考え事しながら。あなたじゃないわ。俺 B だった、今の。俺 B。考え事あなたじゃないわ、だから。あなたの番じゃないから。俺 B だった、今 B でした、俺。これね。みんなどうかな、みんな。E か。あ、分かん、 A か E か F だな、 A、E、F のどれかだな、 あでもみんなやっぱ A、E 多いね、 A、E、F のどれだか、 C、 はい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 、うん、なるほどね、さあどれでしょうか、サクッといっていい、サクッといっていいですよ、 E、 正解はこれです、トゥン、あーそっちか、 A です、褒められた時なんだ、はい、褒められた時、あーなるほどね、はい、そんな感じなんだね、いやーでしたね、なるほど、はい、なるほど、次いきますよ、はい、次お願いします、はい、やばいです、あーこれ得意そうじゃん、なんで、美味しすぎてやばい、うん、胸キュンのやばい、寝坊した時のやばい、面白すぎてやばい、宝くじが当たってやばい、身の危険を感じてやばい、トイレに行きたくてやばい、ハイテンションの時のやばい、そして出川さんのやばい、やばい、やばいよ、やばいよってそれすぐ分かるじゃん、分かるね、うん、さあじゃあ1枚引いてください、
これいいですか、じゃあもう引いちゃって、はい、これでいきます。はい、はい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 、 OK ですか？多分大丈夫。はい、それではお願いいたします。やばい、お結構ナチュラルだね。あー、わかった、これ絶対 A だわ、これ絶対 A だ。あの俺見たことあるやばいだったもん見たことあるやばい、俺のうんに近いやばいだったもんうんに近いやばいだった気がする。 A かなこれは。あでもほら A 多い、めっちゃ。でも C も結構ね、寝坊した時のやばいかしら。 E は宝くじが当たって。ああでも確かに C もありえるかもね、さっきのあのうん、ニュアンスだと。 D 面白すぎてやばい。ああいや、もっと多分テンション高いと思うんだよな、その時は。だ俺は A、はい、A にします。いいですか？はい、正解は、はい、A です。はい、いや聞いたことあるあのやばいだったもん。やっぱ見てるね、お互い。見てる見てる見てますよ、うん、見てるわ、うん、はい、じゃあどうぞ、うん、はい、いきますよ。もうめんどくさいんで頭からいきますか。あ、はい、はい、これです。はい、元気よく吠えてワン、悲しそうにワン、次がなんで威嚇してワン、苦しそうにワン、可愛くワン、はい、のぶとい声でワン、はい、英語でワン、はい、尻尾を振ってワン、はい、ワンちゃんですね、ワン、ワン、これは、あそうね、得意そうだ。ああ、はい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 、うわー、これはこれが来るか何が来たんだ。バレそう、バレるとか当たりそうなやつってこと。いや、これで、まあちょっとこの中ではちょっと難しいかな、俺は。うーん、なるほど、どうぞ。どうすの、待って、ちょっとストップ。あの曲戻ってきた今曲一回下がったけど下がって曲戻ってきた。あのこれね、あのね犬が大きいかちっちゃいかによるあのそのニュアンスがかなり違ってくる。もうそれ言っちゃったらもうじゃあ G じゃなくなるって言ってると一緒だけど大丈夫。え、どういうこと。英語でワンだから、ワン、ツー、スリーのワンでしょこれ。あ、そういうこと。英語はあなんか英語な感じでワンって言うんじゃないの。え、でもこれ英語でワンは多分ワン、ツー、スリーですよね。あ、そういうこと、ワンってことですよね。あ、そういうこと。逆にそれだった逆、いやほらそれだったらやばいでしょよ。あ、じゃあ大型犬にしてほしいかな。大型犬ね、うん、はい、じゃあいきます。ワン、全然わかんない全くわかんない。うん、これはね、難しいだろうね。これみんなわかる、これ。これはこれ難くない、これはほら、難しい、これ難しいね。もう一回、じゃあもう一回見て、もう一回見て、もう一回見て、いくよ。むずすぎだった。ちゃんとみんな、ちゃんと想像してね、いくよ。一緒全然わかんない全然わかんねえ。でも苦しそうではないし、うん、まあね、まあね、悲しそうでもない、うん、威嚇もしてないと思うんだよね、うん、まあね、全然わかんない。まあね、うん、これ、まあ、可愛くいい、いいかな。大型犬で可愛くワン、はい、ああなるほどね。え、 H、 え、何、 E か、はい、いいですか、 E で。俺いいで、はい、はい、正解はこれです。 H、 尻尾振ってた、尻尾振ってた全然わかんない、尻尾振ってた全然わかんない。これ今、これちょっとね、難しかった。むずい、これちょっと、これ難しかった。今のみんなむずいよ、ちょっとこれ難しい。いい、上からでも、はい、はい、はい、A です。あー、いいね、はいはい、A、 はいはいはい、
アルファベットの A、はい、膨大な宿題に A、はい、告白されて A、はい、聞き取れない時の A、はい、スピーチの A、はい、マジでの A、はいはいはい、半切れの A、パニックの A、はい、はいはいはい、おー、これ演技の練習になりそうですね。古畑任三郎さんの A は入ってないですね、入ってないですね入ってない、それ分かりやすいですから、あ、分かりやすいですか、それ分かっちゃうから、分かっちゃいますか、うん、じゃあこれ、はい、こっから、はい、聞いてください、はい、ね、よし、うん、じゃあ、はい、はい、いいですか、はい、さあ、は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 いはいはい、うん、もう分かりやすくいきますよ、はい、はい、お願いします。 A、 おぉ、あー、多分ね、これはね、G かな。いいな気もしないでもない。あ、確かに A かもね。確かにね。A か G か。確かに A かもしんない。A で。いいですか ？A で。A です。おお。A だから。A だからね。A だから。A。これおもろいねこれ。これね。これいきますよ。あ、いいの出ました。頑張れね、はい、見下して頑張れ、軽く頑張れ、熱く頑張れ、明るく頑張れ、遠くに向かって頑張れ、怒って頑張れ、色っぽく頑張れ、辛いけど頑張れ。あ、なるほどね。これ遠くには分かりやすそうだけどね。これはね、そうだからいいの引きたい、ちょっと分かりやすいやつ引きたい、はいはい、うん、はい、すぐいける、いける、お、はい、いきますよ。頑張れ。なんて？なんてか。そう言われた方がなんてってなるんだけど。もう一回いい、もう一回いい、もう一回いくよ。で？特別だよ。じゃあもう一回いくからね。だからもう一回いくよ。あれしかないけど、ね、きっと。頑張れ。H でしょうね。H かな。H どう、みんな。辛いけどかな。あ、みんなどう。これさ、辛いけど頑張れってさ、辛いの相手の人なんじゃないの。そうだよ。なんで自分が辛くなってるの。応援する方が辛くなってるじゃん。はい、正解はですね、はい、正解はですね、はい、ごめんなさい、はい、俺問題を間違えてました、はい、G です。色っぽくじゃねえか。僕が間違えてました。おい、いや、それは一回やっとけよ。それは色っぽく頑張れ。ちゃんと抜いてもらってくる、ね、はい、じゃあ G の頑張れてますね。色っぽくだからね、うん、頑張れ。お姉なんよ。お姉様なのよ。お姉様だからね。はいはいはい、ちょっとごめん、間違ったわ、ちょっと。はいはいはい、間違えました、申し訳ない。違うのやんないで、うん、違うの、ごめんね、うん、違うのやんないで、うん、じゃあ次私ね、はい、そんな、はい、これまた微妙、うん、っていうか難しいんじゃない。値段が高くてそんな、はい、ネギ、え、あ、裏切られてそんな、うん、信じられなくてそんな、照れてそんな、はい、自動ドアに挟まれてそんな、追い詰められてそんな、落ち込んでそんな、驚いてそんな、はいはい、俺は間違えないようにしないと、うん、間違えないでよ、はい、あー、ちょっと待って、あー、うーん、おー、あー、これ結構難しそうだよね、どれもね。分かりやすく言ってんじゃねえもこれは。まあまあまあ、うん、はいはいはい、オッケーオッケーオッケー、それではオッケー、お願いします。そんな、あー、いや、これは B かな。 B、 B か F か G か。いっぱいあんな。B か
F か G か。みんなどう？ああ、G 多いね。G、G。ああ、G 多いね。B。ああ、B。G、B。あ、G と B 同じぐらいな感じだね。ああ、でも俺は最初の、なんか、感覚ではこう、裏切られて、そんなって感じのニュアンスだったかなって思うんで、B。G でした。あ、G かー落ち込んでるんです。G か。裏切られてと落ち込んでて同じところにない？ちょっとね、ニュアンスちょっと近いよね。感じは近いよね。うん、裏切られたら落ち込むもんね。ああ、なるほど。はい、まあ G、でも G 多かったですよ。多かったですね。うん、バレてましたね。うんうん、じゃあ、ゾイさん。はい。これおもろいっすね、これ。はい、これです。うなずき、うわー、こればっかりじゃ。声発さない、表情のみだもん。うん。相づち、わかるぞ。興味がなさそう、怒られたとき、挨拶するとき、おいしいとき、上から目線、告白に OK するとき。これ出しダメなんでしょ？ダメダメ。これただ、あれ、あの、要はニュアンスだけでしょ？そう、うなずきで。これ面白い、これさ、買ってこれツアーに持ち歩こう、部屋飲みで。だからそれ、あのね、聞いてください皆さん。この人たちね、あのトランプね、で、あれなんていうのあれ。インディアンポーカー。そう、インディアンポーカーずーっとリーヤ君とずーっとやってたんですよ、この人たち。いや、さっきともやってたよ。さっきともやってたね。まあ、俺もね、一回やらせてもらったけどね。やらせてもらったそんな。うん。めっちゃ、ね、これツアー持ち歩いてみんなで遊んでる。いや、まあ、面白いよ、ね。で、なんだったっけ、間違わないようにしないと。ああ、はいはい。わかった。うなずきね。うん、わかった。じゃあ、いきますね。怒られた時だな。違う。今の多分怒られた時そういう顔するもんね。あれ怒られてるわ。怒られた時のゾジーだわ。いやーどうだろう。もう一回見て。もう一回。多分これ怒られた時だな。うん、もう一回いきますね。分かるって怒られてるな。怒られてんのに、あ、分かるって顔してるから分かるぞかな。どれ B かな。 B? B かな。いいんですね、はい、じゃあこれです。 B やっぱり。 OK これマジおもろいわ。 OK、 いいね、これちょっと永遠にできちゃうぞこれ、うん、次、はい、嘘。突然のプレゼントに嘘。財布をなくして嘘、うん、はい、相手をバカにした嘘、はいはいはい、恋人に意地悪して嘘、はい、衝撃の事実を知って嘘、完全に疑ってる時の嘘、ドッキリのネタバラシの嘘、女子高生が相づちに使う嘘。何それ。確かに何 H が分かんないね。いまいち女子高生の相づち、ん、女子高生が相づちに使う嘘って何。ちょっと日本語がちょっと分かんないね。どういうこと、どういうことだろうね。そういう相づちあるんですか。女子高生が挨拶に使っていそうな嘘。相づちに使っていそうな、あ、うん、嘘本当みたいな。あ、それじゃない。あ、ちょっとなるほどね。はいはい、はいはい、なるほど。はいはいはい。はいはい。はいはいはい。いけます？いけます。はい。それでは杉君お願いします。うっさーん。ちょっと待ってよ。じゃあね。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。あ、分かった。これ G だ。絶対 G だわ。ドッキリのネタバラシ。あ、これ G じゃない。H？
女子高生の挨拶そう、そうそうかな、俺なんか G な気がしたんだけどな。そう、2丁目感あったね、確かにね。2丁目感あったね。C、C、相手をバカにした嘘、あー、うん、H、J、ん J って、J は、J はないんだけど。あっつ。あ、JK ですか。あっち。はい。あ、H、あ、H。あ、H、F、あ、完全に疑っている時の嘘、あ、俺ドッキリのネタバラシの嘘だと思ったんだけどな。でも G も結構いたんで G で。G。はい。ドッキリのネタバラシ。はい。正解は H。なんでそれ引くんだよ。なんでそれを引くんだよ。わかんない。わかんない。ああ、これちょっと面白かったですね。これここで終わりみたいです。ああ、じゃあメールなしでこれしませんかね。いやいや、まあ、罰ゲーム決めなくていいんだろう。ああ、そっか。決めないといけないのね、とりあえず。あつ。あ、でも今日決まるわけじゃないですよね。とりあえずアイディアとして。アイディアとして。あつ。ああ、なるほど。じゃあ行きますか、じゃあ。どっちでもいいよ。でも時間あるんじゃない？時間あるから。じゃあメール、はい、メール行きましょう。メールテーマの。はい。罰ゲームなんですね。もうこれ締めてないけど大丈夫。はい、はい、ということで以上ハーっていうゲームでした。はい、ありがとうございました。これおもろいね。はい、はい、ということで、杉さんの罰ゲーム案でございます。はい、野生の芋さんからいただきました。はい、視聴者の皆さんの怖い体験を募集して、暑い夏にヒヤッとした、農林会したいです。どこ読んだ今。もう一回言って。農林会をしたいって言ってるけど、農林会って何ですか。え、農林会とは一体何ですか。林で合ってますか。農評会。そんなに冷たくない。氷ほど冷たくない。暑い夏にヒヤッと、これはノースズカイ。ノースズカイ。ノースズカイですか。ノー漁じゃないですか。あ、ノー漁会。ノー漁会って何ですか。ノー漁会って皆さん何ですか。まあだからそのままじゃないですか。そのまま収める漁。涼しい。涼しい収める。涼しくなる。みたいな。しっかり来てね。うん、まあ怖い体験をまあ募集して、うん、まあ納涼会をすると、うん、まあ怖い話をするようなね。はいはい、はいはいはい。でもそれ俺でも肝試しが良いですということですね。ああ、要は肝試しね。ね、うん。でも結構お化け屋敷とか大丈夫な方だからね。ね、割とね、うん。うん。はいはい。なるほど。それではもう一つ、原ヘリングさんからいただきました。今月のメールテーマは質疑罰ゲーム案ですが、プロの足つぼマッサージを体験してもらうのはいかがでしょうか。質疑さんは、皆さんは質疑さんものもだえる姿を、見れるでしょうし、質疑さんは体の主張な部分も気づけるし、ウィンウィンかと思いますということですね。でもそれ罰ゲームにするのは多分一発じゃないもんね。何発かというか、まあ何箇所か。いやー、まあまあまあ、でも俺選べないですからね。まあ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 、まあ、なるほどね、うん、足つぼね。ねえ、めちゃくちゃ痛そう。いや、痛いと思いますよ。よくあのテレビであるやつでしょ。うんうんうん。だって芸能人の方さ、やられてる方、うん、みんなもだえてるじゃん。うんうん。体グワーってなったりとか。はい。あれはちょっとな。60分コースなんてもう多分息してないって。息してない。死んじゃうかもしれない。息してない多分、うん。はい、そして、バカ旦那さんからいただきました。テーマが質疑さんの罰ゲームと聞いて頭に浮かんだのが、凱旋山大爆発体験ツアーです。何凱旋山大爆発ツアー、大仙山大爆発体験ツアーです。何が爆発してるのそれ。何、特撮ヒーローものの聖地でヒーローが名乗ったり敵を倒した時の大爆発が味わえるのです。番組タイトルに爆裂と、つくぐらいですから。
うん、ぴったりだと思いますと、ぜひ体験してきてくださいということで。どういうこと？ダーンっていう、あの要はあの戦隊のもので、あの後ろで、ああ後ろでバーンってなるやつ、あの採石場みたいな。あ、そう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 、あれが体験できる。めちゃめちゃ怖いじゃん。そのやつがツアーがあるあるそうですね。ああ、そうで、そのそれを撮って、要はこの、爆裂ナイトメアのオープニング映像にしようと。うん、な何の爆発？え？ガン仙山大爆発体験ツアー。ガン仙山大爆発体験ツアー。これ合ってます？これ皆さん、これ合ってます合ってます、これ合ってます。大船山らしいですよ。大船山かい。大船山。ガン仙山。全部外れてんじゃん。え、なんだって？大船山らしいですよ。大船山、はい、大船山、うん、大爆破体験ツアー、はい、はい、あ、まあそれはまあ、でも安全なんだもんね。まあまあ、これは、うん、これはね、体験ツアーですから、怪我することはないもんね、うん、うん、そう。でも多分俺それ楽しんじゃいそうだけど、うん、で爆裂ナイトメアってもうそこまで行ったら、そう、ダーン。でも俺一人じゃんそれ。そうです、一緒行かない。いや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 、そこは一人ですよ。いや、二人で爆破しないと、それだって二人でやってんだからさ。二人でやってる。いや、二人でやってるけども、俺ワイプでいいよ、そしたら。なんで俺爆発して一人で修学旅行来なかった人みたいな。まあでもこれはいいですね、でもね、うん、これは罰ゲームじゃなくて行きたいですね、じゃあ。そうそう、番組のね、番組のね、オープニングゲームは通り行きましょうと、うん、っていう企画でね、企画でね、うん、それはちょっとこれ遠藤さん調べておいてください。名前出してくじゃん、どんどん。まだあります？まだまだまだあるんですね。うん、はい、続きましてじゅんじゅんさんからいただきました。私はひつみさんの罰ゲームは血液検査がいいと思います。注射嫌いな棺さんにとって、採血は歴史とした罰ゲームになりますし、はい、棺さんの健康も確認できるので一石二鳥ではないでしょうか。人間ドッグとも思いましたが、ちょっと敷居が高いので血液検査だけでもいかがでしょうか、ということですね。で、その検査結果を、そう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 、番組で、うん、それさ、例えばなんかやべえ病気みたいの見つかった場合さ、うん、発表します。発表します。あ、それ発表していく。それはもう発表します。もうこれかなりやばいですよっていう、ちょっとそれはもし見つかったとしても、うん、それは罰ゲームなんだ一応ね。そうよね、うん、発表することによって俺もちゃんと直す。そう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 、ああ、うん、もうドキュメント番組になってみたいなね。そうそうそう、なんか見つかっちゃったらね。はいはいはい、なるほどね。はいはい、まあまあ確かにいいですね。みんな健康を結構気使ってくれてますね。まあまあありがたいですね、はい、そしてラレさんからいただきました、はい、あ、これも一緒ですね。杉さんの罰ゲーム、ぜひ、血液検査できれば人間ドックでお願いしますということですね。まあちょっとね、やっぱ最近ほら僕たちぐらいになってくると、はい、あの体を壊しがちになるんでね。まあまあまあ、なんかすごくわかりますよ、あのファンの子たちがね、こういうふうな、うん、はい、心配してくれるよね。あれ、まあ、ありがたいことでありますからね、うん、血液検査か、うん、他にありますか。確かに注射嫌いだから罰ゲームになっちゃうもんね。注射はもう最初から横になって打ってもらう、うん、俺、うん、はい、来ました。ミンさんから、ですね、私が考えた罰ゲームは棺ギャルになるです。前回の放送でコメントにも多かった女装の中でもゴリゴリのギャルメイクに挑戦してほしいです。もちろん髪型も服装もギャルです。そして、ソロプリを撮ってくるまでが罰ゲームです、ということです。あー、さっきのね、プリクラありましたけども、あったけど、ただのいつもの棺ではなくて、もうゴリゴリの、ギャルになってプリクラを撮ってくるっていう、あのもう 黒い感じですか、肌が。もしかして、いや、まあどっちでもいいですよ、白くても黒くてもギャルなら。でもさっき俺あの JK のなんだっけ、はいはいはい、嘘、うん、あれでいける。いや、まあいけなくはなかったですよ。2丁目だったよ、コメントが。いや、だからいけなくはなかった。いけなくはなかったです。いけなくはなかった。ねえ、女装は俺似合わないんだよな。いやー、ねえ、俺よりは似合うと思いますよ。いやいやいや、うん、罰ゲームだもんな、うん、はい。そしてですね、 FT ウェンディキリエさんからいただきました、
木杉さんにやっていただきたい罰ゲームはウェンディチャレンジです。買い物に行って領収書をもらう。お名前はと聞かれたらウェンディですと答える。領収書に上様と書かれるか、あウェンディ様と書かれるか検証。はいはい、上でいいですって聞こえるか、はいはいはい、そうです、ウェンディです、はいはいはい。それ難易度高くね。そうですね、これもギャルの姿でですか、うん、あ、書いてない。それもギャルで行くの？それは書いてないな。なんで載せんの？それは書いてないね。なんで罰ゲーム1個載せんの？なんで、それは書いてなかったの？なんでギャルで領収書もらいに行かなきゃいけないの？まあまあ、これでもいいですね。ウェディ、ウェディです。ウェディです。ウェディですって。うん、お、でも多分上でもらえんじゃないのかな？いやー、どうだろうな。ギャルの、ギャル載せんのはちょっとやめようよ、はい。まだありますか？めっちゃはいはい、はい、ギャルになったらだってプリクラもだって載せられそうだし、それどうね、いやだからもう全部プリクラも取って領収書ももらいに行かされそうだそうだね、ギャルになったら、ね、あ、なるほどね、合体技ね、そうそうそう、はい。じゃあ、あさりさんからいただきました。ひつぎさんの罰ゲームなんですが、お化け屋敷に一人で行くというのはどうでしょうかということなんですけども、これだからひつぎくんね、お化け得意なんで、得意ってことね、あんまりちょっとそんなお化け屋敷とか全然大丈夫、そんなにね、そう、罰ゲームになんないんですよ。そして、ワンパンメンさんからいただきました、はい、ですね、10駅当てれるまで帰れまてんということで、ひつぎさんが東京に来て、もうはや何年、住み慣れた我が家に、東京なら、どこにか大体わかりますよねということで、はあ、山手線30駅のうちどこの駅にいるでしょうゲームということで、山手線の駅名30駅が書いてある箱から引いた駅に行き、由美さんに電話もしくはメール、電話なら駅の案内が聞こえない範囲まで移動、駅の、ヒントは最大3つ、例えば渋谷ならハチ公等、由美さんの、回答回数は最大3回、それを繰り返し10駅当てられるまで杉さんは帰れません。あー、ゾジーに当ててもらうってことか、まあ、ヒントを出してもらって、俺がヒントをゾジーに出して、はいはいはい、例えばじゃあ俺が渋谷だとしたら、はいはいはい、ハチ公、あ、そうねそうね、だから渋谷って言わずにでしょ、はい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 、地高とか、はい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 、あ、俺が答えるのか、そう、センター街とか、はい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 、言って、はいはい、で、どこどこ駅って言われたら、はいはい、とりあえず一駅クリア、はい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 、その感じで9駅行くと、はい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 、そうですね、10駅当てられるまで真杉さんは帰れませんという。これ電車移動じゃないなら可能じゃない、でもこのご時世的にロケするの、まあね、車移動で行くならね、まあまあ車は全然ね行けるでしょうけども、まあまあまあ、なるほどね、これいいですね、すげえ企画として考えてくれて、そうね、すごいね、はい、もう1個ぐらい行きますか、じゃあ確かに、ね、最後ゾジさんも帰れまってんだな、それ、はいはい、俺も帰れまってんだはい、じゃあ次レタさんからいただきました、杉さんの罰ゲームなんですが、日頃ゲーム配信をしてくださっているので1日密着24時間杉さん、配信は難しいでしょうかということですね。24時間配信するってこと？24時間、密着って何？普段見ることができない日常を少し覗かせていただく、芸能人の企画でもこうあるようなね、はい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 、はい、もうこう、まあ、お風呂は映んないけども、だからもう爆裂大陸みたいなことですよね。まあそう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 、なんかリビングでパッ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 パなんか映画見てたりとか、家映るってことですね。もうほぼほぼ24時間。マジそれはちょっとゼラとイチャイチャしてるところも映るよっていう。ああ、いや、まあそれは、うん、どうなん。いや、まあでも結構辛いと思うよ。もうずっと24時間ね。まあ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 、そうなんです、ね、うん、まあ。だからその変なプライバシー的なものがさ、その、うんうん、家とかがまあね。うん、若干ハウススタジオ借りてそこで1日過ごしてとかだったらまださ、まだいいけど、安全な感じはするけど、うんうんうん、ちょっと怖いからね。まあそうだね、うん、確かにね、はいはい、まあ、こういう案も来てますよ、はい、ということ。じゃあ最後、春子さんからいただきました、
今回のメールテーマ、ひつぎさんの罰ゲーム案ということですが、私はひつぎさんが恥ずかしがる顔が見たくてたまりません、割と長めな愛の顔をあからめるひつぎさんが見れたらと思っています。でもひつぎさんは案外さらっとこなしてしまいそうですよね、ということです。何その山盛り乗せようとしてるのあ、恥ずかしくなるやつね。ね、はいはい、もうこのじゃあスタジオでですね、もう完全じゃあ。そうだね。うん。うん。なるほど。あ、でもみんなすごいいい案をね、うん、送ってきてくれますね。ちゃんと俺に罰を与えようとしてるね。そうだね。そうだね。うん。企画書みたいだもんね。企画書みたいだね。企画書みたいな。うん。直ったかな？あ、直った？直ったかな？はい。じゃあ最後のやつだけもう一回読むね。最後のみんな止まったんだよね。はい。どっちですか？はい。じゃあ最後いきますね。最後だよね。はい。じゃあ春子さんからいただきました。今回のメールテーマは、ひつぎさんの罰ゲーム案ということですが、私はひつぎさんが恥ずかしがる顔が見たくてたまりません。割と長めな愛のセリフ、恥ずかしい格好、ベルが鳴ったらどんなタイミングでも踊らなければならないなどなど、顔をあからめるひつぎさんが見られたらと思っております、うん、でもひつぎさんは案外さらっとこなしてしまいそうですよね、ということですね。そんなことないですけどね、恥ずかしいですから。恥ずかしがることは、まあ、さらっとやりそうですけども、いや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 、うん、その恥ずかしがるひつぎさんが見たいということですからね、春子さんは。はい、でもちょっとこれはだから山盛り乗せすぎなんですよ、いろいろ。うん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 。ね、多分これやってると多分みんなが今度それをギャルでやってってなるし。はいはいはい。そうですもんね。もう全部合わせて。そう、フルコースになっちゃう。うん、俺ギャルで採掘行かなきゃいけないから、うんうん、多分危ない人になっちゃうんで。うん。うん、はい。まあちょっとこれだから番組のスタッフさんと、はい。事務所と、はい。で考えてもらってね。はい。検討してもらって。はい。うん、これはまだいつ頃予定ですか？いつ頃予定ですか？これは罰ゲームって大体僕たち結構忙しいですよ。まあ忙しいよね。うん、だから多分来月あたりで5月。いや5月ちょっと俺たちやばいよ。今スケジュール見んだよ。スケジュール俺たちやばいよマジで。5月は何です、お前スマホへ。いや5月やばいってマジで。秋の方が少ないよだって。うん、バチバチに入ってますね。バチバチに入ってるからね、スケジュール。まあ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 、まあ、その中でも、まあ、ちょっとね、考えてどこかでやりましょうということで、はい、で、来月撮って、じゃあ再来月ぐらいにじゃあその罰ゲームが見えるかもしれないってことですか。6月に罰ゲームが見れる。はい、うわどうでしょう。それぐらいには予定で。なるほど。わお、はい、てんこ盛りね、てんこ盛りはちょっと回避したい、うん、まあ、こうご期待ということで、はい、はい、そんな感じですかね。はい、はい、ということで皆さん、たくさんのメールありがとうございました。検討させていただきます。はい、ということで爆裂ナイトメア、そろそろお別れの時間でございます。はい、どうだったでしょうか、はい、今日どうだったでしょうかね。ねえ、いやでもハーというゲームめちゃめちゃ面白かったね。あれおもろかった、うん、めっちゃおもろかった。あれもらって帰ればいいさ。いやあれはだって番組なんですもんね。あ、大丈夫って言ってる。いやだってあれ俺もらって帰ったところで俺家で一人で何するの。
次のツアーにもあのもっとキャリーに入れて持ってくれば いやそれだから遠藤さんに、あやさんね、あなんで俺家にで飲みながら配信でやればいい、飲みながらそう自分の YouTube これどれでしょうかそれやばくない、寂しい、それ見たい、見たいと思うよみんな、寂しいって一人で誰かとやるから面白いじゃん、あなるほどね、めちゃくちゃ寂しい、あじゃあほら最近ほらさきとくんとさ一緒にほらやることあるからさだってあれ別々やってんだよ、あまあね、あ別々でね、そうそう、うん、場所は、あじゃ あの引いてあげればいいよ、さきとくんじゃあこれあで LINE で写真だけ送って、そう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 それね、そうそうでまたシュールすぎる、いや寂しすぎるんですよ、まあ、一人ではちょっとやらないです、まあまあね、またでもあれなんかでやるね、なんかやりたいですね、はい、ね、ということで、次回の爆裂ナイトメアは5月のまたどこかタイミングで、はい、また止まった、大丈夫、お止まる、止まりがち、お画面バグった、俺らも止まってたら止まってって思われるかもよ、そうだね、ちょっと俺らこう動いてたほうがいいんじゃない、あ、大丈夫、治りました、はい大丈夫、はいはい、ということで次回の爆裂ナイトメアはまた5月ありますので、はいそうですね、はい、日程決まり次第お知らせいたします、はい、放送時間は同じく夜の9時からです、ではギフトポイント上位者の方々、はい、はい、まずゆこさん、はい、ありがとうございます、ありがとう、そしてあきさんありがとうございます、ありがとう、そしてあさりさんありがとうございます、ありがとう、ババドンキゆったそさんありがとうございます、ありがとう、そして、あさきさんありがとうございます、ありがとう、あゆぴはどうやら、ノクスらしいさんありがとうございますありがとう、すんまるちゃんありがとうございます、ありがとう、そしてナイト&メアがスキジャーさんありがとうございます、ありがとう、そしてジャクモさんありがとうございます、ありがとう、あれあれ、そしてどこ行った、画面が、画面が、あ画面が切り替わっちゃって、どこ行ったんだ、どこ行ったうん、最後、あさみさん、まさみさん、はい、まさみさん、はい、まさみさん、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、いやいや、いやいやいや、暑かったですね、あのゲームおもろかったな、いやね、本当にあれは、そうだね、うん、まあ飲みながらっていうのもあったけど、ね、あれ2時間いける、2時間いけるね、あれ、うん、あれで2時間いける、うん、だからあなたほら普通にゲームああいうなんていうのカードゲームとかさ、はい、あのボードゲームとかいいかもしれないですね、こう今度ちょっと一緒にあの遊びに行かせてもらう時とかね、あそうちょっとね、まあでも あれのツアー先でだからいいよ、いいよね、うん、うんうん、多分ねニーヤとかめちゃくちゃ下手だからいやでも意外となんだっけかな、あのほらゲストで来てくれた時にさ、あのビリビリめっちゃ我慢してたじゃん、なんか、あーあったね、そう、めっちゃ上手だったんだよ、我慢はできんじゃない、でもほら我慢はできる、演技しては多分2位できないと思うよ、ああちょっとね、そう見たいよね、ニーヤ君のね、もう見たい、もうね、ハーハーっていうゲームね、今度ニーヤ来た時にじゃあこれ、あ、そうだね、ちょっとリベンジでニーヤ、あ、それこそだから6月彼ほら誕生日なんで、うん、タイミングで嬉しいですね、うん、いや絶対おもろいって、うんうん、多分俺らまた倒れ込むよ多分、ね、笑いすぎてそうあぐらいの感じになると思うんで、ねね、まあ、ちょっとタイミング合えばだけど、そうですね、ぜひ企画していただいて、うん、はい、また止まってる、音声消えた、おう、なんか調子悪いね今日ね、うん、なんだろうね、うん、これもう締めに入って大丈夫かな、はいはい、ということで、今夜はここまでとなります、はい、ここまでのお相手はナイトメアの質疑とよみでした、おやすみ、おやすみ、リアクト、
Let's go.